ハイテック C ハイテック C はパイロットコーポレーションが1994年から発売しているゲルインキボールペンである。発売当初は手帳を持ち歩くビジネスマンをターゲットにしていたが、1998年以降にメタリックカラー、ネイチャーカラー、ヨーロピアンカラーといったカラーバリエーションが豊富になると主なユーザーは中高生に移った。しかし流行や売れ行きなどを見て、 定期的に入れ替えを行っているを理由に2015年前後でほとんどが灰色となり、現在公式ページに掲載されているのは10色にとどまる。ペン先にはパイプに3つのくボみをつけて極細のボールを支える3支持方式を採用。通常のボールペンに比べ摩擦面積が小さく、激細の文字も滑らかに書ける。また、陰気には、 バイオポリマーインキを採用し滲みを軽減。小さな文字でもはっきりとした筆跡の維持を実現した。競合品としては、ゼブラのサラサシリーズ、三菱鉛筆のシグのシリーズ、ペンテルのハイブリッドシリーズ、スリッチシリーズなどが挙げられる。ノーマルモデル及び、それをベースにした製品は使い切りタイプとなっており、インクがなくなった場合や何らかのアクシデントで出なくなった場合は、 改めて本体を購入する必要がある。灰色になった製品は一部で価格が高騰しているが、中でも、薄墨 0.5mm は20万円以上の値がついていることで問題になった。AB1 本23万円も、パイロットのバ売ボールペン、ハイテックシー薄墨異常高騰。なぜパイロットハイテック、シーリッシェ2006年2月14日。ありがとうございます。